はい。まあ、イーロン・マスクさんはあれじゃないですかね。あの、もも、まあ、頭使って、働かなくてもいい、もしくは、まあ、自分の労働の対価以上の、まあ、報酬を得るような形を作ったからこそ思うんじゃないですかね。こんなことは、ほとんどのやつにはできないと。ほとんどの人間は、まあ、週80時間を超えて、もう、オーバーワークするしか、金持ちになる方法はないっていうふうに見切ったんじゃないですか。まあ、つまりは、あの、豊かになろうと思ったら、 自分の何かを使っていかなくちゃいけないんですよね。研ぎ澄まされた才覚とかね、人にはできない発想とか、危険を顧みない行動とか、リスクを引き受ける勇気とか、何もない人ってのは、まあ本当に時間を気流にして、それでお金を得ていくしかないっていう、まあ本当にすごく当然のことなんですよね。でもね、やっぱりね、当たり前のことを言うと結構怒られるんですよ。<laughs> じゃあスターリンクみたいなものを作って豊かになればっていうふうにイーロン・マスクさんが言ったら「<laughs> そんなことできるわけないじゃないか」って言うんですよね。あそうかじゃあ電気自動車を普及させてそれで一発当てたらって言ったら「そんなこと誰にもできるわけないじゃないか」っていうわけなんですよね。うん、だったら一生懸命働いてそれで自分のね時間のほとんどを労働というものに傾けてそれでお金をもらうっていうのはどうかって言ったら。 そんななことできるわけないじゃないかって言わわれるわけですよねじゃあ一体何をするんですかって聞いたら「いや何もできません」みたいなね「世の中が悪いんです」こんな私でも豊かになれるような仕組みを作らなかった奴らが悪い」ってことになるんですよね。うん分からなくもないんですけどもやっぱり誰かが道を引いてくれることを期待しちゃうと誰も道を引いてくれないという現実に、うん、気づくのかそれとも「じゃああなたは誰かの道を引いたんですか?」って聞かれた時に。 いいやいやもう自分はそんな力ないですからっていう風ににんかいわゆるねこういう言い方嫌なんですけども弱者が強化されている時代なのかなとで反対を言えば弱者の声が全然取り上げられない世の中がずっと長かったんですけども今はそういった人の声もなんかね広く伝わっていく時代なんだなとそしてその弱者の気持ちを汲んで権力者になろうとしている人やなってる人も実際にいるんでうん世の中は飢餓だなと思いますよね だから今度、ね、そのインボイス制度みたいなのが始まって免税事業者課税事業者みたいなことにもなってるんですけどもあのそもそも最初からあの免税事業者じゃなくて高い税金を払ってる側から見ると「いやまともなことやるだけでしょ何文句言ってんだよ」みたいなことにもなっちゃうと思いますしね。<laughs> うんまあ立てつけとしては消費税っていうのは別にあの預かり税ではなくて商品の価格の一部であって。 免税事業者だろうが課税事業者だろうが商品の価格に消費税を乗っけてるのか乗っていけてないのかってことは、まあ、それぞれ事業者の裁量に任されてますんでねで売上げが一定のレベルを超えたらその売上げの中から10%くださいよっていうふうになってるだけでじゃあ立てた売上げに最初からお客様から消費税預かってない例も結構ありますんでね。 うんまあ、そうなったら完全なる事業者の負担になるってことでじゃあ消費税分価格上げましょうかっていうふうにスッと上げれればいいんですけどもやっぱ上げるのが怖いっていうところありますよね、うん、まあそういう時でもこの情報商売っていうのはもともと消費税を込みなのか込みじゃないのか分かってないような感じですからそ <laughs> もそもあれよ高いわけですからね、うん、まあ私たちはあんまりその辺で言うと困らないかなっていうところありますよね。 まあ当たり前体操っていうのが昔ありましたけど今でもあんなかもしれませんけども、結構当たり前ってのは多くの人に受け入れられないっていうねそういった <laughs> 矛盾をはらんでいるかなと思います当たり前なのにその当たり前を突きつけられることは多くの人はなんか嫌がるみたいなそんなところがあるのかなと思いますねじゃあってらっしゃい